人事業主とフリーランスはインボイス制度で今まだ始まる前なのに不安と苦しみをすごく覚えています。その声を届けに来ました、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、事業者免税店制度については財務省のホームページでは小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から設けられている特例措置と書いてあります。インボイス制度が導入された後その事務負担や税務執行コストというのはどうなんでしょうかというような事業者免税店制度についてですね、まずご質問いただいてますのでこちらについてですね合わせてご説明させていただきたいというふうに思います。まず事業者免税店制度でございますけれども国会答弁なんかでもですねお答えさせていただいている通りですけれども公平性や透明性を著しく損なわない範囲で事業者の消費税に関する事務処理能力であったりとかあるいはその事務負担に、配慮するという観点から設けられた特例制度でございますということです。でこの公平性や透明性という部分も、非常に重要だというふうに考えています。まず公平性という観点ですけれども端的に申し上げれば課税事業者と免税事業者の間でですね課税事業者は消費税をもらわないといけないあるいは納めないといけないで免税事業者の人っていうのは消費税を納めなくていいということになってますので、その部分についてはやはり価格設定のですね競争とかですねそういった面でですね公平性っていうのはあるでしょうということがこの公平性ということかなというふうに思っております。で消費税っていうのはですね消費者の方々に負担いただくものっていうのを予定しておりますということです。したがって皆さんですね日頃お買い物されたら消費税払っていただいて店頭で払っていただいているということになると思います。でそれについてやはりですね皆さんご負担であるということでですね我々もさまざまな意見いただいているということになっています。でそうした中でですねそのこれまでその事業者免税店制度についてはですねこういったその縮小しないでくれというようなご意見もある一方でその最終消費者がですね負担しているような消費税相当額というのが個々に納税されてないんじゃないかと要は私がとかですね皆さんが店頭で払っている消費税というのが全ては 国の個々の方に収まってないんじゃないか透明性に欠けるんじゃないかというような議論というのがあってですねこれまでですね少しずつ見直されてきたということになっています。で事前にですね私もですね署名募集サイトの方を拝見しておりましてその文書の中ででもですね例えば売上が1億1000万円 の, その出版社の例というのを出していただいています。例えばですけれどもこの話っていうのは続きがありますよねということ例えばここでですね1000万円の売上の消費税が、その出版社、納税が発生納税というか売上の税額になっているんですということをご説明されています。でそうしたその出版社がですね例えばですけれども分かりやすいように10万人の消費者の方と直接取引をして本を売りましたってなるとその10万人のその消費者の方たちっていうのは1000万円の消費税を全て負担することになります。なのでその出版社にお支払いすることになるということです。で1人当たりに直すと、消費税相当額の100円を納税していただいている負担していただいているという形になっています。なので例で示されていただいているようにですね実はその500万円しか実は納税されてなかったんですっていうことをもう言われてしまうとですね実はその10万人の方々は100円自分払ったんだと思ってたうちのですね500円しかここに収まってないんじゃないかというような話になってしまうということです。でそれ自体は今ですね制度として、そうなってしまっているということになっています。なのでこの質問の中でもですね聞いていただいている通りその事業者免税店制度っていうのは合理性があるその特例だというふうに財務省でも説明してますよねというふうにおっしゃっていただいています。で一般論で考えていただきたいんですけれどもその消費税を納めていただかなきゃいけ、納めていただくてもいただかなくても良いとか、あるいは税金を納めていただかなくても良いことについて積極的にですね、行政府っていうのが説明する必要性というのは従来ないはずなんですね。で、税務執行のコストの問題についてはですね、国税庁が検討すべき問題だと思ってますけれども、インボイス制度のですね、導入はですね、平成28年度の法律改正も
およそ6年前ということになってますので、6年前の法律改正で決まっていることになってますので、まあ、法律に基づいてですね、行政の執行ができるように体制を整えているものだろうというふうに考えてございます。であるいは他の国ともですね、こちら比較してくると同様のですね、事業者免税店制度、1000万円ぐらいの事業者免税店制度があって、かつそのインボイス制度が導入されているようなイギリスとかフランス、もちろんその付加価値税というのはイギリス、フランスの方がはるかに高いわけですけれども、そうした国とですね、インボイスが今入ってない日本とか、あるいはそもそも付加価値税とか前段階控除税形式の間接税とか導入されてないアメリカと比べた時にですね、高くなっているか、あるいは低くなっているかというと、まあ、そうではないということになってますので、日本がですね、著しくそういった VAT があったりとかインボイスがあったりする国よりですね、開業率が高いか低いか、そうではないということになっておるというふうに思っています。なのでそのインボイス制度によってですね、新規参入とか企業が阻まれるというようなことっていうのは考えていません。むしろですね、その税額って、消費税の税額っていうのが取引の時の税額っていうのは明確になるわけですから、記載されている税額っていうのは借り受けなんです、あるいは本体価格の部分っていうのは取り分、まあ自分 そのキャッシュインということであったりとか、あるいはその消費税のですね、円滑な転換にもですね、資するというふうに考えているところでございます。なかなかと大変申し訳ございませんけれども、私からのお答えは以上でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ、今の説明に対して、聞きたいこと、言いたいこと、皆さんのほうがあると思いますので。よろしいでしょうか。そうですね、今大変詳しくお話しいただきまして、財務省という立場のものの考え方は非常によく伝わったんですけれども、ここから見た国民、私たちはどのように見えているのかということもよく伝わりましたね。広い視野で見るということでおっしゃってましたけれども、そのように広い視野で国民という森を見ている、そこに一つ一つの私たちの木があるということは考えていらっしゃいますか。中にはもう枯れてしまって空洞になってしまう直前の死にそうな木というのも多く存在していればと思うんですが、そういった私たちが今日当事者として声を上げて伺っているんですね。で、先に堀泉さんの方からですね、お渡しした6つの質問についても非常に詳しくご説明いただきましたけれども、そうですね、まじこれで納得された方っていらっしゃるんですか。私は何一つ納得できなかったんですね。とってもお勉強にはなりましたけれども、これで安心が得られたというのは非常に言い難いと考えています。そうですね、佐々木さんですよね。はい、はい、そうです、はい、私は税のプロフェッショナルじゃないので、はっきり言って今の説明の何パーセント理解できたか自分でも分かりません。なんですけれども、佐々木さんは免税店制度というものを意義があるものだと思ってますか。もちろんそれはそう思っております。インボイス制度によって免税店制度が、私はほぼなくなると思っている。まあ、佐々木さんはそんなことないとおっしゃいますけれども、B2C の商売をしている人がいつ B2B に巻き込まれるかなんて誰にも分かりません。そういう意味では、常に怯えながら免税業者は暮らすことになります。この制度が始まった途端、それそうは思いませんか。そうしたときにですね、まあ、例えばですけれども、そのまあ今年の税制改正大綱なんかにもですね、盛り込まれておりますけれども、課税事業者になるタイミングについてはですね、まあ、どのタイミングをですね、選んでいただいても良いような形にですね、今年の税制改正大綱、まあ、まだ与党の段階のものですけれども、盛り込まれているというような形になっておりますので、まあ、本当にですね、自分が課税事業者になる必要があるのであるというふうに、まあ、その時にですね、お考えになられた方というのがいらっしゃればですね、課税事業者に、
なるかどうかというのをですね、改めて検討していただければというふうに思います。要はですね、なるべく判断というのを、後ろ倒しにですね、していただけるような形になっているということになっています。ありがとうございます。すいません、出版のフリーランスの編集者をしています。今のお話を伺ってですね、一般論としてはお話分かるんですけども、出版業界においては今のお話は全く通用しないというふうに感じました。ちょっと前半出版業界の実情を話させてもらって、でその後の質問を3つほどしたいというふうに思います。ちょっと長くなるんですけど、すみません。出版業界ではですね、この10年、20年くらいかな、全然原稿料とか編集費は上がっていません。むしろ私の実感というか体感では10年くらい下がり続けています。でそういう意味で出版のフリーランスっていうのは個人事業者っていうふうになってますけど、労働者とほとんど同じ自分の裁量とか計算で利益を上げていくっていうことができなくて、なんていうかな、労働の対価を受け取っているという感じです。で収入を増やそうとしたら働く時間を増やさないといけない、仕事を取ってくる時間を営業を増やさないといけない、要するに人間24時間ですから限界があるわけです。で単価は下がっているという中で生活するのがやっとという状況です。で、もう一つですね、出版業界では年収1000万以下のフリーランスには消費税を乗せないという悪い慣行がずっと続いてきました。で要するに内税にされているということですね。で私たちは出版ネットというフリーランスのユニオン、フリーランスのユニオンを作ってるんですけども、そこでアンケート調査を取りました。そしたらこれは2014年の4月に消費税が 5% から 8% に上がってくるんですけど、その後ですね、消費税が転嫁されているかというアンケートを取って、転嫁されていると答えたのは約 50% でした。で、フリーランスの中には、定期的に出版社に通って社員と同じような形で仕事をしている人がいるんですけども、その人たちは、報酬が上がったと、税率がアップした時に上がったというふうに答えたのはわずか 25% でした。で要するに消費税率が 5% から 8% へ、それから 10% へというふうに上がるたびに本体価格が下がってきているという現実があるんですね。じゃあなんで言えない、私たちはユニオンですから、このアンケートを受けて消費税を撤回しましょうというキャンペーンを張ってきました。もうなくなりましたけど、消費税転嫁対策特別措置法というのがありましたからね、下請け中小企業庁のご指導もいただいてパンフレットを作ったりして周知してきたんですけど、やはりこれはあんまり成果を収めませんでした。なぜかというと、やはり出版社とフリーランスの力関係があるので、やっぱり言い出せない、言ったら仕事を切られるんじゃないかということの中で言い出せないという現実があったわけです。で そういうふうにしてこう下がり続けてきたという中でですね、このインボイス制度が入ってきたら、もっと課税事業者になったらもちろん払わないと、消費税払わないといけない、で免税業者と選んだ場合には値引きを言われるかもしれないという中で、やっぱりどちらに転んでも良くはならないという状況の中で、私が思うにはやっぱり転職するか廃業するかを選ばざるを得ないフリーランスって増えると思います。で一方ですね、そういう意味ではこのインボイスネットっていうのは出版に限ってですけども、私が知ってる出版関係ですから、出版に限ってはフリーランス尽くしたというふうに思います。で先ほど保護と透明性っていう、平等公平さと透明性っていうこともおっしゃいましたけど、私はやっぱり一律に税を徴収する、要するにお金がない人と、お金がない人から
平等に税を徴収するということが必ずしも公平だというふうには思いません。やっぱり保護の必要性に応じた支援策というのを取るべきだと思います。で、ね、そこそれが免税制度だったり基礎控除だったりそういうものが設定されるんだと思います。あの障害者の問題で合理的配慮というのがありますけど、やっぱり結果の平等といいますかね、結果の公平性というかそこを目指してあの保護の必要性に応じて支援を講じていくというのがやっぱり国の役割ではないでしょうか。すみません、まず一つ目ですけれども、その9条ですね、消費税法9条について、事実上その無根、事実無根になるんじゃないかとか、あるいはほとんど意味なくなるんじゃないかというふうに、おっしゃったということかと思います。もう具体的な例で申し上げると、例えばですけれども、ここに書いてあるようなですね、最近流行っているようなそのアプリを通じてですね、配達パートナーをするような方いらっしゃるんですけども、じゃあこれをですね、実際そういったアプリを提供している方のですね、立場でですね、私たちもそういった人と意見交換してはいるんですけども、そういった人たちのですね、側に立ってみればですね、ああいった配達パートナーの人たちっていうのは、まさにその隙間時間ちょっと空いてるから働こうとか、ちょっと空いてるから運ぼうみたいな人もたくさんいる。もちろんその本業に近いような形でやってる方っていうのももちろんいらっしゃる中で、この人たちがですね、そういった企業側が課税事業者じゃないとそのアプリの中に入ってその参加できませんというふうにしてしまうとですね、そもそもその、なんていうか、アプリの事業自体が立ち行かなくなるということになってきますので、こういったその業界の方々っていうのは引き続きその免税事業者、やってもですね、なんていうかその配達パートナーというのを引き続き続けられるのではないかというふうに思っています。ということは発注側がその消費税分は全て持つということですか。それはですね、すいません、こういった配達パートナーといってもですね、例えば外国企業が絡んでたり、こういった企業って結構外資系企業が多かったりしてですね、課税関係というのが必ずしも明らかではなくて、誰がその仕入れ税額控除ができるかできないかというのは一律にですね、どうなっているかというのをですねお答えできることではないので、それはですねちょっとこの場ではちょっとお答えできないかなというふうに思っています。ただしその繰り返しになってしまいますけども、登録事業者じゃないとこの配達パートナーができないというふうな形にですねなってしまうと、少なからずですねこのウーバーイーツみたいなのが書いてあるので申し上げますけど、こういうようなところはですね、事業に成り立たなくなるんじゃないかというようなイメージで聞いています。本当にだからフラッと働いてもらおうというような人はですね、参加できなくなってしまう、非常に多くて、あとは例えばそのシルバー人材センターというのもよくお声いただくんですけれども、じゃあシルバー人材センターで働くような高齢者の人にですね、70とか定年された方とか70歳の方とかたくさんいらっしゃるわけですけど、じゃあその人にですね、じゃあその消費税の申告してくださいってなるかっていうと、これはならないんじゃないかなというふうにもこれも聞いているところでございます。このシルバー人材センターでも非常にですね賃金もそんなに高くない、賃金というとあれなんですけど、なんか中にはですね、その偽装したわけだみたいなことをおっしゃる方もいらっしゃる中 で、あまりその最近人気も上がってきてないで、いろんなその最低賃金が他の業種でも上がってきていて、で、その高齢者の方でもですね働いてほしいっていう企業も出てきている中でですね、そうした人にじゃあ消費税の申告をお願いしますと、だけど月々3万円しか払いませんというような形にはですね、おそらくならないんじゃないかなというような、ことで話を私は聞いておりますと。あとはその農家ですね、農家についても非常に勉強しました。さあ出版について聞かれて、ごめんなさい、出版業ですね、出版業もですね、ごめんなさい、申し訳ございません。で、具体的にというふうにおっしゃられたのでちょっといくつか例をご紹介しましたけども、出版業ですけれども、こちらについても、おっしゃるように確かにですね、その中小の出版事業者苦しいっていうのは確かにそうだというふうに思ってますけれども、出版事業者、大手もそうですけれども、過去にですね借り受けたその著作権ですね、いろんな人から著作権料というのを、お支払いしているわけですけれども、
そうした人っていうのは、例えば大学の教授をやっていて、まあ、半分ぐらいの給、半分っていうかもうほとんど給料です。で、執筆料はちょっとずつ、その10班の時にもらったりとか、あれ月にもらってるんですけど。私たちは、大学教授ではなく、で、そうした時に、その大学教授っていうのは、まあ、もちろん免税事業者になってくるわけですので、じゃあそうした人々にですね、みんなその、課税事業者になってくださいというふうにするかといえばですね、なかなかそうではなくて、そうではならないんじゃないかというような話を聞いています。で、それを、まあ、他に類似考えていけばですね、例えば昔はその売れてた作家なんだけれども、今は別にそういう作家ではないんですっていう人への支払いとかですね、それはもう免税事業者になってしまう。で、そうした人と、まあ、引き続きその、お取引をしないといけなくなるっていうことになってくるので、まあ、それがしんどいんだっていうのは、まさに。やっぱりご存じないと思うんですけど、はい、そういう方だけじゃなくて、編集者とか、構成者とか、ライターとか、やっぱり私たちは出版、まあ、名もなくというか、出版の業界を支えてるんです。何万人ももちろん働いてます、そういう人たちのことを言ってます。あ、申し訳ございません。で、そうした時に、本当に申し訳ないです。シンクッターをこうやって流れができないと申し訳ないんですけれども、そうした時にですね、さっき申し上げたような、その免税事業者の人とは取引する。せざるを得ないと思うんですよね。で、せざるを得ないってなった時に、その免税事業者だから辞めるっていう判断を、まあ、皆さんどれぐらいされるのかっていうのが、まあ、今後2年中でですね、皆さん決めていかれるっていうことなのかなと思いますけれども、なかなかすぐですね、このインボイス制度が始まったから、ね、免税事業者が取引しないっていうことにはなかなかならないんじゃないかなというふうに思います。それは何を根拠に言われてますか？なので、それはちょっと前段で申し上げた通り、いろんなその免税事業者の類型で、その免税事業者とお付き合い、お取引というのが生じるということになってきますので、で絶対そこは生じてしまうわけですね。じゃあ他も全部やめちゃうかって言ったら、そこが、まあ、要はその生じているわけであって、じゃあそれを全部やめていくかというと、必ずしもそういう判断にならないんじゃないかなというふうに、もちろんですね、もちろんです。自分たちの負担が減るっていう意味では、課税事業者になってくださいというような呼びかけ、あるいは登録事業者になってくださいという呼びかけはある。いうふうには思いますけれども、じゃあそれですなわちですね、免税事業者と取引しないということにはならないんじゃないかというふうに。もう少しヒアリングをしてほしいと思います。働いている人にもヒアリングをしてほしいし、中小出版社にもヒアリングをしてほしいです。あ、承知いたしました。ありがとうございます。それにコストについてはいかがですか？滞納者、滞納ですね。滞納についてはこちらについてはですね、例えば消費税であれば中間納付であったりとか、あるいはですね、まあ、その何ていうか、ある時納付という形で、まあ、ある時納付というのはその年度の途中ですけれども、まあ、随時ですね、振り込んでいただいてですね、払っていただけるような形をですね、整備したり、まあ、制度的には整備したりしてきましたし、滞納整理についてもですね、こちらについても、まあ、私ちょっとすいません、滞納整理についてですね、詳しくない、国税庁の人間でないので詳しくないですけれども、現場でですね、まあ、適切にですね、相談させていただいているような形になっているのではないかなというふうに考えてございます。あともう一つ、もう一つは、下請け法とかで守ると言いますけど、実際には切られて終わりというふうになると思います。はい、フリーランスガイドラインの話だったというふうに思ってございまして、でフリーランスガイドラインで、まあ、そういう働き方の環境整備やってるのに、まあ、ゼルで、まあ、反対側に言ってんじゃないかというようなご質問だったかなというふうに、まあ、思い出したんですけども、まあ、そうではないというふうに思ってまして、これはですね、我々としてもその全政府的にですね、このインボイス制度についてはですね、しっかり取り組まないといけないというふうに思ってますので、公正取引委員会とか中小企業庁ですね、全く逆の方を向いてですね、仕事しているっていうわけではないので、このインボイス制度に向けてもですね、そういったフリーランスの方のですね、働き方の環境整備みたいな話はですね、しっかりやっていかないといけないというふうには思っているところでございます。私から言っていいですか？私もインボイス導入するときの法案審議をおりましたけれども、その時、ある意味法律の立て付けとしては有ですよね。実施前の見直し規定が入っている法律なんですよね、今回は。それは政府自身がインボイスの実施というのは相当困難な課題があるという認識があったから、実施前の見直し規定があるという、そういう法律になったわけですよね。
私あの時質問した中でも、まあ、力関係で消費税価格転嫁できてない現状が現にあるではないかと、こういうもとで、インボイスが導入されたら、それこそ事業者の方々が身銭を切って納めなきゃいけなくなるか、まあ、それを選ばなければ取引から排除されるということになるじゃないかということを質問しました。まあ、当時安倍さん総理、元当時の総理からはですね、いやちゃんと、円滑に転嫁できるように、消費税転嫁できるように、しますという答弁があったんですね。まあ、それから何年か経ちましたけれども、ただ現状は未だに、さっきの出版業界のお話もありましたけれども、ね、まあ、社会全体見ても消費税が全面的に価格転嫁できているかといったら、これ中小企業庁の調査でも未だにできてないわけですよ。そういう現状を踏まえたら、当然法律にある見直し規定を発動して、いやこのままではとてもじゃないけれども、法律はインボイス制度は2023年からスタートできないという判断に立って、見直しの議論を始めなきゃいけないじゃないかと私は思うんですよね。その点いかがですか。そちらについてもですね、こちらも先ほどのいくつかその予算措置なんかもご紹介申し上げましたけれども、まあ、政府の中でもまあ議論をですね、しておりまして、まあ今回のですね、例えば税制改正のプロセス、あるいはその補正予算のプロセスの中でもですね、先ほど申し上げたような、例えばですけど事務負担という面、あるいは準備という面ではですね、しっかりと、まあ、これを契機にですね、インボイス事業者になっていく方というか、あるいはその請求書の管理だったりとか、そういったものをデジタル化していくっていうことの支援、まあ、これは免税事業者の話とはまたちょっと離れますけれども、そういった支援であったりとか、あるいはそのインボイス事業者になるんですというような方で、そういった方っていうのは B2B でですね、販路を増やしていきたいんですというような方を、まあ、後押ししていくような補助金であったりとか、で他方です、じゃあ免税事業者のままでいっちゃいけないんですかっていう話になるわけですけども、免税事業者のままでいる方もですね、使える、まあ、例えば B2B と B2C やってるんだけれども、まあ、B2B はもしかしたらインボイス制度で影響を受けるかもしれないから、 B2C についてですね、ちょっと販路を拡大したいんだというような方であれば、そういった補助金、別枠で使えるというように聞いておりますので、そうした補助金をご活用いただくというような形になっていたりとかですね、あるいはその、まあ、転嫁の話についてもですね、こちらについてもですね、まあ、補正予算の中に盛り込まれておりまして、中小企業庁の予算ですけれども、まず一つはその不安だというような方がいらっしゃると思います。でどれぐらいそのをですね、先ほど申し上げたように、どれぐらい転嫁して転嫁できればですね、自分の課税事業者になってもですね、言い分のその取り分、手元に入ってくるお金になるかというのを、まあ、例えば相談してみたいとかいうことであればですね、相談窓口を設置する、それはいろんな商工団体ですけれども、相談窓口を設置するとか、あるいはそのインボイス制度そもそもですね、周知をするような予算を応じてあったりとか、あるいはそのまさにおっしゃっていただいているような取引の実態ですね、取引の実態を、まあ、把握するようなですね、書面調査なんかもですね、やっていくということで、そういったですね、各種施策にですね、盛り込まれているということになってございます。いや、だからその、まあ、いろんな対策が取りますよということをおっしゃいますけども、現状は、ね、今の日本社会のやっぱり大企業と中小企業、フリーランスの皆さんとの力関係のもとでは、なかなか皆さんがおっしゃるような状態にはなっていないまま推移してきてるわけですよ、この数年ね。そのもとで見直しをやっぱりもう始めなきゃいけない時期に私は来てるというふうに思いますので、まあ、先ほど、ね、その出版業界の実態調査してくれってね、働いてる方の話聞いてくれってありましたけど、ぜひですね、本当現場の皆さんの声をもっとたくさん聞く、聞いて本当にこのままやって、いいのかということをですね、真剣に検討していただきたいというふうに私の方から求めておきたいと思います。じゃあちょっと記者会見の時間もあるので、今日はこちらでと思います。佐々木さん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はじめまして、遅れまして本当に申し訳ありません。遅れた割にプロジェクターもつけませんでした、すいません。
今日はお集まりいただき本当にありがとうございます。今日のストップインボイスの記者会見では、質疑応答の時間を15分ほど設けております。オンラインでご参加いただいている方も質問可能ですので、チャットの方で質問を寄せください。メディアの皆さんは媒体名と名前をその際ご記入の上、チャット欄からご質問ください。一般の方からのご質問も可能ですが、今回はメディア向けの記者会見となっているので記者さんからの質問を優先させていただきますが、ご了承ください。あと一般の方からの質問に関しては可能な限りチェンジさんのサイトなどから私からご回答できるものは追って返事させてください。で、本日の流れを説明します。自己紹介の後、インボイス制度とはという説明を税理士の佐伯先生からしていただきます。さらにその後はオンラインで募った皆さんのインボイス制度に関する不安の声を時間の許す限り質問をご紹介したいと思います。じゃあ始めます。座りましょうか。オンラインで見てくださっている方には今多分画面が映っていると思うのですが、オンライン署名サイトの change.org で募ったストップインボイスの署名を財務省につい先ほど手渡してきました。その数は31,570 です。同じ時期に盛り上がっていた辺野古不承認を支持しますというキャンペーンが45,000ほどだったんですけれども、このインボイス制度というほとんどメディアに報じられていない問題にもかかわらず3万を超える署名が1週間で集まったことに私はすごく問題の重大さを感じています。改めまして、私が署名を立ち上げた小泉夏実です。普段はフリーランスのライターをしています。すいません、ちょっとここまでがいろいろバタバタしすぎてちょっと呼吸を貸してください。インボイスとは何かという説明はまた佐伯先生からしていただくんですけれども、もし私がインボイスというものを発行する事業者になれば、私の場合ですが大体、約1月分の収入を失います。つまり1月分ただ働きすることになるわけです。それが嫌なら発注元から、切られるかもしれないリスクを背負うことになります。この制度は A か B か選んでいいよと、言っているように見えるんですけれども、A も B も無傷ではいられません。むしろ、どちらも大怪我をします。そのような選択を私は選択と呼ばないと思います。この聞き慣れないすごく難しい制度を私なりに理解したとき、私は大げさでなく私の尊厳を踏みにじられていると感じました。生産性が低いフリーランスはいなくなってくださいと言われているように感じました。とかく売上1000万以下の個人事業主は弱い立場です。仕事をくれる会社に立てつけるはずがありません。正直このような活動を今ここでしていることもとてもハイリスクだと思っています。顔を出して名前を出してこの時間を使っていること、この瞬間売り上げを失っています。ここにいる皆さんそうです。しかもこのようにインボイスという制度に異議を唱えている面倒くさいライターと見えるでしょう。そうなれば、発注先はどう見るでしょうか。私のことを非常に怖いです、ここにいることも。ですがやはり納得できません。また、個人事業主には介護中や育児中、病気療養中などさまざまな事情からフリーという道を選んだ人もいます。好きだけで講じてした仕事にしたという人だけではありません。自分の体や心と向き合ってその結果努力の末に勝ち取ってきたこの職業だと私は思ってます。そういった声が上げづらくまとまりにくく経済的基盤も弱いフリーランスが狙い撃ちにされています。
これは、皆さんに通じることではありませんが、通じることではないかもしれませんが、私自身は抗がん剤治療の経験があります。で、子供もう一人子供を持ちたいと思っていましたが、薬によって子供は無理かもしれないと言われたことから受精卵を凍結しています。2年後にがんは寛解予定ですが、その時に私はその受精卵を使おうと思っていました。ですがこの制度をした時に本当にちょっともう無理かもしれないと思いました。なぜ国の制度が私の未来を応援するのでなく不安にさせるのか納得できなくて今ここにいます。すいません、今日はよろしくお願いします。自己紹介に移ります。中村さんお願いします。はじめまして、デザイナーの中村と申します。フリーランスでやっています。主に、書籍とかの会社のロゴとか、まあ、あとウェブサイトなどいろいろやってます。だいたい数年前からの SNS でインボイスの制度が始まるっていうのをなんとなく目にしていたんですけども、まあ、少しちょっと調べてみるとかなり複雑な上にしかもそうかなり厄介で負担が大きい制度ということが分かり、反対の立場から何かこうできないかな、あと漠然と考えていたところに小泉さんからお声かけいただき活動に参加してデザインで協力することに決めました。まあ、今後そのよりインボイス制度の関心とその反対の声を高めるためにデザインでどんどん頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。菊池紀美子と申します。よろしくお願いいたします。私はファイナンシャルプランナーの資格を生かして現在ウェブライターをしております。それに加えて私自身育った家庭が貧困でして家庭内暴力もあったことから同じ経験を持つ虐待サバイバーの方、それから貧困層の方へマネーリテラシーを普及して自立を支援するという活動も行っております。私は今回インボイス制度、こちらを知って反対するに至った理由としましては、ファイナンシャルプランナーの資格試験で CFP 資格審査試験という科目ごとに受けられるものがあるんですけれども、こちらでですね、税金に関する科目を受験したところ、その際に、国税庁タクサンサとか、税務大学校の講本ですね、そういったものを受験勉強の際に参考にしました。でその内容を見たときに、その内容がですね、非常に納税者有利と謳ってはいるんですけれども、それは名ばかりの、この日本の税制に大きな不信感を抱いたことがきっかけです。他にもですね、子供に将来の夢を体験させるというキッザニアという施設があると思うんですけれども、そちらであるとか、あとそちらでですね、税務調査の体験を導入したという、まあ、ネットの記事を拝見したり、あとまだ分別もないような小学生にですね、を書き初めでお習字で税の標語を書かせたりといった、子供を利用してまで納税義務を正当化して単税力、人のそうです、ね、所得に対して納税できる力、単税力の納税っていうのを強制しているように思えています。結局、民間でその消費税の負担を押し付け合うっていうのを行政が高みの見物っていうところが結局のところインボイス制度実施の本来の狙いなのかなと考えていまして、さらにそれ氷山の一角に過ぎないと考えています。これは搾取の正当化ではないかなと、その第一歩はインボイス制度ではないかと私は考えております。
ですので私インボイス制度の導入による相対的貧困率の上昇、本当に貧乏とかではなくってちょっと足りない、そうですね、そこからもう二度と上がれないっていうような相対的貧困率の上昇、それから格差の拡大に歯止めをかけようと考えており、レッドプインボイス制度に賛同しております。でこちらのいらっしゃる皆様と共に活動を行っていきたいと考えております。よろしくお願い申し上げます。はい、税理士の佐伯と申します。まあ、私後でお話しする時間いっぱいあるので、割愛しますけど、まあ、小泉さんが活動されていて、インボイスに反対している団体に、まあ、税理士会入ってるんですけど、彼らが反対している理由はさっき国税あ財務省の方がちらっと言ってましたけど、要は電子準備が間に合わないから伸ばしてくださいっていう全く本質と関係ないところで反対してるんですね。まあ、要は彼らは反対していないと。で、まあ、私はその少数ではあるんですけど、税収の中でもこう、まあ、消費税自体いかがなものかと、そもそもですね、その中で増税増税増税、分かりやすく税率を上げて、まあ、要はお隣の韓国と同じ 10% になったところで今度は課税対象を広げるというのがこのインボイスだっていうことで、まあ、そもそもですね、また払えないところにかけるのかという制度なんですね。で、それは後でちょっと詳しく説明するのと、あとまあ今ちょっとご紹介した少ない私が入ってる消費税乗せたらいかんという団体があって、そこのちょっとパンフレットと雑誌と手に入れてきたというか勝手に持ってきたんですけど、まあ、お配りしていいという許可は、まあ、私が出すんでお配りできるので、こちらがですね、パンフレット後でご興味の方持って行っていただければいいと思うんですけど、まあ、ここにフリーランスの方は課税事業者にならないと仕事がなくなるだろうと、当然そうだろうと。で、こっちちょっとややこしい話でですね、税理士がインボイスを反対するとこういう言い方するんだっていうのが、特集号だったので持ってきました。後で手に取っていただければなというふうに思いますし、あともう一つ、先ほどの財務省のレクで多分皆さん1ミリも納得できていないじゃないかなと思ってますので、その辺の質問も後で時間があればいただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。全国商工団体連合会の中山と言います。よろしくお願いします。私が仕事しているところは中小事業者の皆さんが会費を出し合って、作っている会なんですね。その全国組織です。ですから消費税の導入もこうしたインボイスの実施にも反対の声を上げてきました。でフリーランスの皆さんとの学習会もこの間何度か行ってきまして、この今日の、ね、この趣旨に賛同して、参加をさせていただきました。私どもの調査では、インボイスが導入されると、経営体力がないので廃業を考えざるを得ないというふうに答えた方が全体で 27%、法人では3割を超える小規模な、ね、法人の人たちからは3割を超える人が廃業を考えざるを得ないというふうに答えて、います。で私先ほども財務省の、まあ、説明聞いていて、いや本当にフリーランスの皆さんへのリスペクトがないんだなというのもつくづく感じました。まあ決めたら従えと、あとどうなるかもうお任せで、まあ、そんなことでいいのかなというふうに聞いていました。今日よろしくお願いします。じゃあ早速佐伯先生からインボイス制度とはというのをちょっとさらっと説明させていただきます。はい、では佐伯から説明させていただきます。前に映しているのと、熱でも出ているんですかね。はい、はい、じゃあ始めたいと思います。まず消費税のこれは増税なんですけども、先ほどちょっと申し上げた通り税率が上がらないのでなかなか一般の人にはこう響かない、課税対象が広げるっていう増税ですね。なので、今回影響があるのが売上1000万以下の方の事業者ですね、の方と、あと免税事業者と仕事をしている方が直接的に影響があるというふうに見える制度ですね。で
インボイスの制度、これ消費税の仕組みなんですけれども、消費税のさっきね財務省が結構預かったとか言わなかったんでうまかったんですけど、売上まあこれ1000円売上げた場合に100円消費税をまあ借り受けしているという、まあ彼ら言ってましたけど、まあ、本当は値段なんですけどね、100円あって経費に80円払ったら20円差額を納税します、要は事業者に払ったか国税に払うかみたいなんですね、100円をっていう問題だったのを、今度インボイスが発行できない人に対してはこの仕入れ税額控除ができないということで、この100あるものを全部国税に払ってください、これが、免税事業所じゃなく今免税事業所じゃなくて免税事業所と取引してる会社のお話ですね。でここが買い風だったら関係ないでしょみたいなことをさっき言ってたんですけど、まあ、ちょっとだけそれますけど、そもそも簡易課税制度自体がこのインボイスの趣旨と合ってない、適正な転嫁してないわけですよね、率で引けますよみたいな話をして、だから今度はなくすに決まってるわけですよ、で、まあ、言わなかったですけど私はそう思ってるんですね。じゃあちょっと進みます。でどんな方が影響あるんですかっていうと、まあ、ここに挙げた方、まあ、などなどなどですよ、実際プロ野球選手だって年1000万いってなければ、あの彼個人事業主ですから消費税払うでしょうねと、まあそういうのはあまりなかなかね、彼ら夢のある方たちは言わないんですけど、まあ、夢のある商売やってる方だってここに含まれてくるということですね。で実際じゃあ1000万以下ってどんだけなのっていうことなんですけど、これ給与の人にはなかなか分かんないんですけど、売上が1000万ってことはそこからですね、まあ、コストを引いていく、それがまあ皆さんの使えるフリーランスの方とかの使えるお金ってなってくるんですけど、これ例えば売上が50万円ですね、50、まあ、55万円消費税入れるとっていう方は経費3割ぐらいかかりました。でこれ基礎控除とかって、まあ、下のことにざっくりなんですけど、こうつら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 っと見て、まあ、ちょびっと貯金をすると、まあ、あの大都市で支出のこれ大都市で16万って、これ東京で暮らせるのかどういう人いると思うんですけど、これ一応国の資料16万で暮らせるようになってるらしいので単身者ですね、私もいいだと思いますけど、そうすると手残りが40万ぐらいあります。でここからもしこの方が消費税を払うってなった時に、まあ、簡易課税を使わなければ40万簡易課税を使えば30万、さあ皆さんの本当に手残りいくらですかというところで、思いっきりですね、先ほど申し上げた通りこう貧困する、払えない、滞納になる、で滞納したら国税厳しいですからね、はっきり言って、分割して払ってくださいね、次の消費税が来るまでにみたいな感じです、100歩譲ってっていう制度です。すごく過酷です。はい。でこの免税事業者なんですが、まあ、大体500万人ぐらい今いるというふうに言われてますが、さっきあの財務省の方も言ってましたけど、大学教授とか座所得にしている方とか不動産の方とかっていうのはおそらくここに、まあ、一部入ってるんだろうけど入ってないのもいると。そうすると実際は、もっともっといるんじゃないのかなというふうに推認されますけど、なかなか国税はそういう資料を見せてくれないんでわからないんですけど、まあ、もしかしたら1000万人ぐらいインボイスの対象になっていく人いるんじゃないのかなというふうにも予想されています。で、言ってもらっていいですか。はい。さっき巻き込まれない人もいるっていうふうに言ってましたけど、まあ多分、まあ、床屋さんみたいな美容院みたいな一般の方が来るような話をしてたんだと思うんです、イメージ的に。でもここにちょっと領収書欲しいっていう方はフラッとしたときに、まあ、インボイス発行事業者になってませんから、お宅インボイス出せないんですねと、じゃあ予想行きますっていうことが起こるっていう話だと、皆さんそうなんだろうというふうに思っているので、じゃあ D2C の方は巻き込まれないなんていうことにはならないっていうことです。で、はい。でここがですね、この向かいかな、サラリーマンの人ですね、関係ないとかって思ってると、これ大きな誤りでして、実は例えば交際費とかタクシー代とかを領収書もらってこいと言ってもらっていったら、いやこれ課税インボイスじゃないじゃんと、こんなもん使うなと言われかねない。
そうするとこの例に挙げている通り、まあ、喫茶店とか、まあ、タクシーとかですね、まあ、飲み行ったりとか、まあ、するご飯食べたりするんでしょうけど、そこもインボイスを発行しているところを当然選択してこいと、うちの会社に 10% 消費期かということになるんで、サラリーマンにも影響がありますし、実はこのまあいいや、じゃあちょっと次行きましょう。ここからじゃあ私は、はい、はい、すいません、すごい駆け足でありがとうございます。というようなインボイス制度なので、冒頭、当事者の皆さんがおっしゃったように、免税者の仕事がもう立ち行かなくなる、生活が立ち行かなくなるかもしれない、インボイスのあるなしでそもそも店を選んだりサービスを選ぶっていうのは本末転倒で、この人の作品が欲しいとか普通そういうことですよね。この人と仕事がしたいっていうことで商取引が始まるのであって、インボイスがあるかないかという取引が先に始まるっていうのはもう本当にちゃんちゃらおかしな話です。また我々のようなより弱い立場の人間が絶対にリスクを背負います。大会社から言われて課税業者になれと言われたら、そんなの断れませんよ。私もいろんな会社と付き合ってますけれども、言われたらちょっともうお手上げです。はい。で若い面も積まれますというか育ちません。そういったさまざまな事業から個人事業主を選んでいる方の生き方すら否定するような制度だと思っています。ということで私たちはインボイス制度の廃止を求めています。で、ここから皆さんの声を、お伝えしていきたいと思います。これは私がチェンジさんのサイトから、アンケートを募ったもので、1週間足らずで120人を超える方からお声をいただきました。本当にありがとうございます。でさっき初め冒頭、初っ端メソメソ泣いてすいません。でもこれを読みながら、何回も何回も泣きました。それぐらい痛切な言葉が詰まっていました。お伝えします。これは、豊島区の公認会計士の方です。お客様からは課税事業者になった方がいいのだろうか、コロナでいつ事業を回復するのかわからないのに課税業者になったら消費税の納付もしなければならず厳しいという不安な声がたくさん届いており、本当に心苦しい。さらには課税事業者のお客様からは免税事業者との取引はやめた、今後やめた方がいいですかなどという質問が来ており、やめた方がいいなどとは私は口が裂けても言えません。個人事業主のお客様の中にはエンターテインメント業界に属している方も多く、長く続けてきたがコロナで収入がほとんどなくなり、インボイスも導入されるならこれをきっかけに廃業しようと思っているというクリエイターや役者、映画監督の方などもいます。私にはどうすることもできません。今のところ現場でインボイス制度を支持している同業者、訪問先のお客様は一人もいません。つまり私の周辺では全員反対です。大学生です。大阪の原稿料が安い、ネーム作業は完全無給とか言われている漫画家を目指しているので、安定した収入が得られない時期にインボイス制度が導入されると困る。これは同じような言葉が、漫画家を目指している方とかイラストレーターを目指している方とかいくつか届いてました。あまりメディアで取り上げられないことがおかしい。フリーランサーを減らしてどこかの派遣会社の他にでもしたいのだろうか。就業形態の多様性も大事にすべきだと思う。ちょっともう私一個飛ばしたと思う。もうすごい。弱い者いじめをしているとしか思いません。本当にやめてほしい。東京の自営業者の方です。愛知県、これは一宮市でよろしいでしょうか。建築業の一人法人、個人事業主は一般的に対企業で活動していますが、インボイス制度によって取引先との関係が修復不可能になってしまう、つまり受注ができなくなってしまうことを強く危惧しています。この制度に関して世間一般の関心も低く理解されているとは言い難いのではないかと感じています。小金井市のフリーランスの方です。夫婦でフリーランスです。2022年に産休育休を取得する予定です。フリーランスは産休育休中は収入がゼロになります。その上認可保育園に預けることがとんばと泣きの会社員に比べて難しく、認可外保育園などを利用することになり保育料が高くなります。また子育てしながら仕事をするとなるとガツガツ働いて1000万以上の売り上げを作ることは難しいです。
インボイス制度が導入されると小さい子供を育てるフリーランスにとってますます負担が増えることが不安です。インボイス制度についてよく1000万以上稼げるようになればいいじゃないかなどと鼓舞するような善意の意見を見かけます。でもそれは強者の理論ではないでしょうか。子育てもそうですし、介護をしながら病気を抱えながらなど時間や環境の制限がある中で少しでもいいから働きたい、または働かざるを得ない人はたくさんいるはずです。そういった人たちに課税事業者となって負担が増えるか、免税事業者のままでいて依頼されづらい立場になるか、この二者択一を迫るのはどうなのでしょうか。インボイス制度は多様な働き方を等しく認める制度とは言えないと思います。私は将来の気質や特性上、一つの会社に勤め続けることや年間を通して安定したパフォーマンスを発揮することが難しく、安定して働くこと、たくさんお金を稼ぐことができません。そんな私がようやくたどり着いたのが、自分が持っているスキルを使って個人事業主として細々とでもお金を稼ぐという働き方です。不安定な仕事を選んだのは自分の責任だという意見もあることは重々承知ですし、不安定な働き方で生活が苦しいなら安定した働き方を選べばいいと思われる方もいるでしょう。ですがそれでは、例えば私のようにこの働き方しか選択できないものはどうしたらいいのでしょうか。細々とでも自分のできる仕事で何とか生活している人たちはどうしたらいいのでしょうか。所得の低い事業者たちはなぜこれまで免税の対象だったのでしょうか。それをずるいと感じる人たちが批判するべき相手は本当に免税事業者たちなのでしょうか。神奈川県漫画家デザイナーさんの方です。もうなんかどれもうなずきしかないです本当に。で、これから質疑応答というかご質問に答えていきたいと思うんですけれども、その前に、よく寄せられる質問を事前にちょっとお答えしておこうかなと思います。これは最近最後なんですけど、益税とかですね、懐に入れているというような指摘を免税事業者はよく受けます。これについて、専門家の方から、実際はどうなのかというところをお聞きします。はい、益税っていうのはよく言う聞くかなと思うんです。よく1000万以下の人もそうですし、簡易課税と一般課税で、簡易課税さっきちょっと見ていただいた通り、簡易課税はちょっと安い、まあ、これも益税っていう人いるんですけど、実は益税っていうのは消費税はないんですね。なんでないかっていうとですね、これは消費税法にはもっと当然書いてない、価格消費税を乗せて価格を構成しなさいってことは書いてない。あとですね、さっき財務省の方も言ってましたけども、裁判で消費税は預かり金ではありません、対価の一部ですということなんですね。でよく考えてみると、消費税分だけ値引きしますっていう世界がないんです。消費税を、例えば110円の100円にしたら、本店価格と消費税、要は本店価格が減ったと、本店価格を91円にして消費税が9円になった、で100円になった、消費税を10円丸々抜いたなんていう話にはならないんですね。なのでここはちょっと感情的には益税論っていうのは言われることあるんですけど、これはないんです。で仮に益税っていう話をする方、租税法でいうと、じゃあどれですかです、脱税ですかと、租税回避ですかと、節税なんですかと。で、脱税ってすごく脱税って印象、これ要は法律を犯してるやつですね。法律を犯してないわけです。で租税回避っていうのは、脱税じゃないんだけどあんまり望ましくないようなことで、これ違法じゃないんですけど望ましくないっていうことですね。で節税っていうのは法律に定められたことにのっとってやっていることです。どれも税額を減らす行為ではあるんですけど、じゃあ免税ってどれですかと言ったら、もう分かりますよね。脱税でも租税回避でもないわけですから、法律にのっとった行為を皆さんがしている。税金払いたくないから税金を払いたくない、少なくできるから少なくできる行為をしただけであって、合法的行為なんですね。これ益税があったとしてですよ、あったとしてもこれ節税してるだけなんです。とやかく言われる筋合いはないっていうことを、これがちょっと小泉さんに聞いたら、どっかの議会で泥棒だみたいなこと言ってるっていう
や、なんか議員さんがいましたけど、何を持って泥棒って言ってるんですか。これ合法的行為ですよという話です。で、さっき申し上げたこの遺棄税は存在しないというのは、もう裁判でも要は価格に、さっきも転嫁転嫁転嫁って話してましたけど、価格に転嫁しなさいなんていうのは消費税法には書いてないんですね。転嫁を予定、そもそも消費税法をしてないということになりますので、そもそも遺棄税っていうものは存在しない。もしこの話を財務省しないですよ、遺棄税やるなんて言わないですよ。財務省言ってないですから、国税庁も言ってないですから。一部のその面白くないなと、あいつは得してるんじゃないのかって思ってる人が合法的な行為に対して遺棄税やって言ってるということになります。あ、得してるかどうかは、まあ、この表を先ほど見ていただければ分かる通り、得するも何もという感じですよね。これ、あの、私ですよ、本当。私まんまんです。はい。で、あの、この最後に。はい、最後にですね、まあ、これちょっと、あの、消費税導入前ですね、あの、竹下さん、もう亡くなりましたけど、竹下総理のこととか、財務委員、なんていうか、委員会で答弁されてるんですね。で、そこで6つの懸念というのを示されていて、お、当たってんじゃんという、竹下さんすげえなっていう話です。逆進的で、まあ、所得再分配機能っていうのは、あの、税金はいっぱい稼いでる人からいっぱい取って、所得の少ない人とか、あの、人に、まあ、分配する、社会、税金を通じて分配していくという考え方ですね。これが弱くなるんですよと。で、まあ、中堅所得者の方とかですね。これ3番もまさにですね、所得税の払わない人にも納税義務を負わせると。さっき払ってるのは消費者だって言ってましたけど、納めるの事業者ですから、ここがね、あの、制度をややこしくしているところなんですね。で、4番が少ない通税か税率の引き上げが容認され、まあ、これパカ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 買ってですね、最初 3% ですよ。で、今 10% もう3倍ですよ、税率3倍以上か。で、あ、容易に引き上げましたねと。で、5番が、ここですね、今懸念されている事業者の事務負担が極端に重くなるんじゃないか、なりそうですねと。これインボイスのことですね、多分まさに。で、6番、これだけどうも実現してないんじゃないかっていうのは、先ほど質問の中でありましたけど、叩くわけですよ、消費税上がると物価上がってないんですね、日本は。で、ここは実は消費税上がると値段上がっていくはずなんですけど、その分本体価格をなんとかして下げて、まあ、さっき申し上げたね、11万でこれやれって、税率なんか関係ねえんだというので、実はインフレにはもうなってないと。まあ、でも見ていただくとですね、おおむね懸念通り来ていて、このもう本当にインボイス最終章に近いところですねっていうのが、いいですか、それで。ありがとうございます、はい、あ、じゃあどうぞ。佐伯先生、ありがとうございます。すごく分かりやすい解説をいただきました。あの、このような佐伯先生のように消費税に関して非常に詳しくご解説できるような税理士さんというのは、あの、あまりいらっしゃらないですね。私の友人も税理士事務所で仕事をしているんですけれども、ちょっとその友人にですね、今回のお話も含めていろいろお話を聞いたところ、あの、消費税というのはそもそも必然的にくっついているものなんですね。ですので税理士としてはあまり専門にしてもうまみがない、そのためにあまり関心がないという分野になっています。ですのでインボイス制度というのは、その専門にする方があまりいらっしゃらないというところにつけ込んで、力のない人たちから搾取しようというまさに弱い者いじめであるなと考えています。あの、まさに取り放題も、ね、国税庁や財務省からしたら取り放題の制度になってしまうと考えていますので、やはり全力で阻止すべきかなと考えています。ありがとうございました。当然今後についてはインボイス制度の廃止を求めます。まあ、ただ一足飛びには難しいかもしれないので、あの、私としては、あの、私たちとしては政治ともっと関わりを持たないといけないと思っています。あと、あの、とにかく知らない人が多すぎます。とにかく知ってもらうことから始めます。なので、ホームページを1月に立ち上げます。で、勉強会も定期的に行います。で、そのためにも、あの、メディアの皆さんの力が必要です。知らないと声が上がりません。なので、あの、お力を貸してください。どうぞよろしくお願いします。
じゃあここから質疑応答とさせてください。財務省の方もその、回答っていうのを聞いて、どのように受け止められたのかなっていうところで、納得したのかなっていうところも含めてちょっとお聞きしたいんですけど、ちょっと私が頭が悪いのかはっきり言って全然頭に入ってこなくてですね、悲しいぐらい、そうですね、納得はいってないとしか言えないですね。私が欲しい答えは一つもなかったです。佐伯先生と中山先生 の、プロの方、専門家の方の目線から見て、回答に関してはどのような説明がありましたか。私が思ったのは、彼らは法律のを、こういうふうにやります、制度の説明をするわけで、その説明自体は分かってるんですけど、ただ、特に消費税法って、消費税だけ見てると分からない、やっぱ社会を見て、この消費税法が社会にどういう悪影響を及ぼすかっていうところまでやっぱお話しされないんで、そういう面では、多分聞いてた皆さんは不十分だと、消費税法の話はしてるけど、社会とのこう、消費税が社会にどういう影響を及ぼすかっていうのを、結構具体的に、質問出たんですけど、なので納得されなかったんだろうなというふうに聞いてました。私はフリーランスの皆さんが持っておられる懸念を解消する、こういう説明ができないんだというふうに思いました。例えば、合理性のある特例なんだという説明をしました。でこのことを私たちは強く言ってるんだって言うんですけども、これを台無しにするインボイス制度をやろうとしてるんですよね、一方で。そして取引相手によっては、関係ないんだからそんなに心配しないでいいですよという、こういうことを言われてたと思うんですけども、相手に簡易課税ですかというようなことを聞くのかということなんですよね、取引先に。そうした事業者側のいやフリーランスの皆さんが抱えている問題についてね、何ら解決ができる回答ではなかったというふうに思います。これはもう制度に問題があるんであって、少々いろんなことを言っても解消しないというふうに思います、ね、やり取りの中でも少しあったと思うんですけれども、聞き取りが不十分だというような発言もあったんですけれども、今後、こういった活動も含めてどのようなアプローチをして、この制度の改善だったりとかっていうところに訴えていきたいと思います。私自身は、まず、党派を超えて政治家の方に、インボイスに反対する政治家の方と直接話をしていきたいと思っています。あとは当事者がまず正しくインボイス制度を正しく知らなければいけません。そこがまずとても難しいです。ハードルが高いです。そのための私はアシストをしていきたいです。で、その上で当事者の皆さんがインボイス制度を理解したならば、全国で陳情や請願を出して声を上げてほしいと思っています。 SNS で意見を発信するのでも構いません。問題を可視化してほしいです。一般消費者には見えにくい問題なので、それが必要だと思っています。ありがとうございました。以上です。先ほどの財務省の方の答弁で、インボイス制度になれば税額が明確になるというようなことをおっしゃってましたけれども、本当にそうなのかと。インボイス制度でなければ税額が明確にならないのか、でまたその他の制度でも
十分できるんじゃないかというところがありましたら教えてください。はい、インボイス制度を入れるときに確か複数税率になって、まあ、その税率と税額を伝えるためにインボイス制度入れますよというような多分説明で、足がかりに導入されているかなと思うんですけど、実は消費税の税金の計算というのはインボイスは紙で、イメージ的には紙で積み上げていく。ただ日本は、所得税とか法人税の帳簿を作ってますので、まあ、帳簿方式っていうので今消費税を計算していて、私はこれで何一つ不自由を感じていないんで、計算の話でするんだったら別にインボイスなくても十分、今まで通り、まあ、日本の、ね、観光でやってた帳簿で十分なのかなというふうに思いますし、もうちょっと言うと多分帳簿つけてない、ね、ちっちゃい、もう本当に冷静な方にも今回このインボイスは帳簿らしきものをつけさせる、さっきちょっと言ってましたよね、デジタル化させていると、まあ、帳簿つけろっていう話なんですけど、日当たり言うとですね、ちっちゃい事業者にも帳簿つけて、でなので本来インボイスになると帳簿の方式っていうのはいらないんですけど、これはね温存されてるんです。まあ、これいろんな理由があるんですけどされてますので、インボイスがないと計算できないんですかっていうと、そうではない、十分できるということになると思います。よろしく。インボイスというのは適格請求書と言われていて、発行する本人の番号と税額と税額ごとにね、まとめた価格とそれにかかる税額を明記する、でこういうものですよね。だからいくら消費税かというのはそれははっきりするわけです。ではっきりするんですけども、先ほどからあったように、じゃあ単価はどうなったのかということが問題になるわけで、その形式的なですね話をしても何の解決にもならない。で大学教授の話をしていましたけれど、免税の方が多いと。でもじゃあ そこに払ったお金って仕入れ税額控除、まあ、ちょっとわからないすぎるかもしれませんが、消費税を計算する仕組みでいうと納税額が増えるんですね、消費税。そのことは言わないわけですよ。だからそういう人と取引したら、その取引してる方が消費税の納税額が増えますよと。じゃあそれどうなるんですか、いやそれ払ってねという、そういう世界ですから、まあ明確になればそれですうまく回るという、そういう話じゃなくて、多くの犠牲といいますかね、負担、それを伴うというのはもう明らかで、それは何ら解消されないということだと思います。更新やデザインの仕事を細々としています。いつも請求書では消費税をいただかずに源泉分を引いた費用を請求書をクライアントに出していますが、その場合でも今回のインボイス制度に関係をするのでしょうか。はい、これはなかなか難しいというかシンプルなんですけど、まあそこの仕事を出している方が課税事業者になってくださいって言ってくれば影響はあるし、いや消費税はそのいや、まあ、仕事を出しておかぶりますよって言ってくれれば影響ないということになります。で消費税がもう記載をしないといけないんですね、適格請求書になると。なので影響があるかないかはまさにその取引している相手との問題になってくるというふうに思っています。ありがとうございます。では2点目、また別の方からいただいております。不勉強かもしれませんが、署名募集サイトに記載の事例を見ました。仮に売上が1億1000万円の出版社と1万人の消費者が直接取引をしたとした場合に、1000万円の消費税負担となり、1人につき1000円の消費税が負担とされて、
1000円の消費税が負担となります。この場合サイト記載の事例で示されている通り実は500万円しか納税されていないとなればこの1万人の人が支払った消費税の半分しか国に入りませんがそれはいかがでしょうか。はい、先ほど財務省の方も言ってたんですけど消費税ってまあ、売上に入ってたものをそのまま払うという仕組みでもないですし今ちょっと、まあ、難しいこと言うと日本は全部の段階で消費税かけてますから要は、まあ、出版でいうとなんだろう本を作る段階とか、ね、全ての段階でかかっててすごくシンプルにするとこのサイトにあるような形になると思うんですけどケースバイケースですごく説明しづらいんですね。で私がそこで払う、まあ、スーパーでもいいんですけどスーパーで1000円あって100円消費税を納めてじゃあそれが全部国税に行ってるかっていうとそうではない行ってるケースはすごく少ないと思いますね。でこれをもってじゃあ行き税とか儲かってるかっていうとそうではなくて例えばフリーランスの方も免税ですけど消費税って払ってるわけですよね。でもこれ引けない引けないですよね。払ってるけど免税業者引けないっていうので逆にじゃあこれ損ですかっていう話も出てきます。で消費税って法律で決めるとすごく単純でなんか預かったらしきものから払ったらしきものを引いて納めなさい。さっき申し上げた通りここだけ見てると正しいように見えるんですけど実はその簡単そうに見えて一つ一つの取引を追っていかないと税額が出ないっていう仕組みになってますので一例としてこれを挙げているというふうに思っていただいて、まあ、具体的にはこういう例はとかいうふうに示していただくと、まあ、ご説明できますということになります。はい、ありがとうございます。では、もう一点いただいております。消費税廃止という意見もあると思いますが仮に消費税が廃止された場合売上の消費税と仕入れの両方がなくなるので消費税法が廃止されずにこのままインボイス制度で強制的に課税事業者になるのと手元に残るお金は同じだと思います。例えば手取りが550万円仕入れが110万円では課税事業者になると手元に残る金額が400万円消費税が廃止された場合でも売上が500万円仕入れ100万円で手元に残る金額は同じ400万円となります。それなら消費税法が残り簡易課税制度などの裁量が残る方がいいとも思いますがいかがでしょうか。長くて申し訳ないですがご意見を伺いますと幸いです。ですね、まあ、単純化す、まあ、それ財務省とかの説明だとすぐに単純化するんですけど実は消費税って導入された平成元年かな30年くらい前ですけど実はそこまでの方が景気は良くなっていたということはありますよね。まあ、法人で所得税をいっぱい取ってたということなんでしょうけど、さっき竹下総理の懸念の中に逆進性が強いっていう話がありましたね。で、要は消費税って先ほどから皆さん多分感じている通り結局力関係でどっちが払うっていうのを決められるわけですよ。で今見て単純化はできたとしてもじゃあそこに値引きが入ってきますって言った時にこれがなかなか単純化できるっていうかですね見えづらい下請け法でなんかケアしてますよとかいろんなこと言ってましたけどそんな民間の取引に国がいやこれ値段安すぎるからなんて言ってくるはずがないわけですよ。なので消費税法っていうのがもうある消費税って私営税額控除っていうのは下請けに納税を渡してる制度なんですね。で自分が納税したくない下請けに渡してるっていう制度がまず根幹にある。大企業はうちが払うんじゃなくて君たち払ってねっていう仕入れ税が向上してるっていうのが根幹にあるっていうことをまず知っていただきたいのと確かにそのシンプルにするとそうなんですけど実はそんなにシンプルじゃないっていうことがありますんでそのさっきのちょっと逆進性って今なってるのかな逆進性で所得が低い人にもさっき誰かもおっしゃってましたけど、まあ、結果の平等が全然行えてないんじゃないかっていうことをありますのでこれも、具体的にもうちょっと詰めて数字を作っていくとあ私損してるんだなっていうのは結構分かるんじゃないかなと思います。すいません説明上単純化しているということでいいのかなと思います。新しくあと1問来てますけれどももし会場の方で
インボイス発行業者は名前や住所などの公表されることについてもフリーランスの方の抵抗が非常にあるように感じます。工事ならまだしも個人事業主は自宅を事務所にしている方も多く、特に抵抗があるかと思います。こういった現場感覚は先ほどの担当者の先方は把握しているように感じましたでしょうか。質問すればよかったですね。私もすごい不安だったのに。でも思ってないからこのまま行こうとしているのではないでしょうか、という感覚を受けました。ちょうど、この会場の借りられる時間になったので、そろそろ締めにでは行こうと思います。皆さんじゃあ一言ずつ言って締めましょうか。僕も実際全く詳しいわけではないので、今すごく勉強になって、やはり財務省の方がやはり現場の声は全く把握していないということがよく分かりました。やはり今後今後の活動でウェブサイトなどを使い、もちろんウェブ上ももちろんですけど、もっと現場の声をどんどん拾って政治の方に投げていきたいなと思いました。はい、よろしくお願いします。先ほども申し上げましたけれども、インボイス制度ですね、また消費税については、これは本当にあくまで氷山の一角に過ぎない問題ではないかなと考えています。このままこうした制度が財務省の、そうですね、行政の思うがままに進んでいくと、ますます貧困化が進みますし、各種も正当化されていって、格差が固定化されてしまうと私は考えています。そもそもですね、消費税って所得税のように多くもらってる人がだんだん多く払っていくっていう超悪い新課税ではないんですね。悪い意味でみんな 10% だよっていう平等な比例税率っていうものなんですけれども、そういった税率になっています。これって平等っていうと聞こえはいいんですけど、結局のところ不公平感が非常に大きいんですよね。多ければ多いほど 10% 確かに多いですけれども、少ない方は少ないなりの大きな苦労があると思うんです。でもそこでも一律で 10% 取っている。でさらにそういった平等優位に生まれている 不公平を補正するっていう形で免税事業者っていう仕組みがあるのにもかかわらず、それすら判子にしてしまうっていうインボイス制度というのは断固として停止するべきだと考えています。税理士も反対している人いっぱいいるんですけど、この問題に関してはちょっと税理士冷めてるとちょっと思われないようにですね、頑張っていきたいなというふうに思っています。多くの中小業者もインボイス制度を実施反対の声を上げています。イギリス、フランスには付加価値税があってアメリカはないと、で廃業率の高い低いはないという説明を財務省が出されました。しかし今日本はもう開業率を廃業率が上回る状態がもうずっと続いてるんですね。もう消費税できてからおそらくそうだと思いますが、そういう状況の中でさらにこれをやるのかと。で雇用によらない働き方を散々広げておきながら、そこからもまた消費税取りますよと、これはもう考えてもらう必要あるんじゃないかなと。ますます苦しむ人が増える。そしてこれが導入されたらさらに税率が上がる可能性が高くなる。そういう意味でもこれは中止をさせて、これがまず第一歩じゃないかなというふうに思います。今日はありがとうございました。あ、聞こえてますか。あ、入ってますか、マイク。あ、入りました、すいません。会社員の方は、
特に経理に関わらない現場の方は、まあ、そのインボイス業者じゃないと、飲み食いが難しくなるとかそういうことで影響を受けるとは思うんですけれども、そもそもあの例えば免税業者とやり取りのある、例えばヘアメイクさんとやり取りがあるあのテレビのディレクターとか、あのフリーランスのカメラマンを使っている新聞社の人もいると思うんですけれども、あのこういう現場の人が気持ちよく仕事をしていたのに、ある日突然上司から悪いけど免税業者じゃないと使えないから、あのそう言ってくれるっていうようなことが多分起こると思うんですね。そうすると辛いのは現場です。現場の会社員の人も辛いと思います。あのそんなことは言いたくないでしょうし、で当然免税事業者も辛い思いをします。やっぱり弱いものなんですよね、辛い思いをするのは。会社の中でも、免税フリーランスという免税業者という意味でも、皆さんの声を見ているとこれを機に廃業という言葉がすごく多いです。それは国のすることではないと思っています。これを機に廃業させる制度って国が作ってはいけないものではないでしょうか。むしろあの困っている人を支えたり鼓舞したりしてあげるっていうこと、鼓舞までしなくていいけどケアしてほしい、あのそれが国がやることだと私は思っています。あのぜひメディアの皆さんも力を貸してください。一般の方も一緒に勉強して声を上げていきましょう。今日はありがとうございました。